験が起きたんだよ。おい、あんななあ、第一、第二ばっかやってるやつになあ、おかしいだろ。なあ、客もなあ、他のレスラーも気づいてたんだろ。言えねえよな。俺はそれをさ、言っちゃうからよ。なあ、別にこうなったら重ねだって俺は痛くもかゆくもねえんだよ。おい、なあ、挑戦させろよ、次を押して。おい、他のやつらなあ、最初に出てくんのがフォアボットだけだろ。2万センチに出てきてんじゃねえよ、こんなやろ。おい、俺が最初に言ったんだよ。なあ、シードでいいだろ、シードで。なあ、勝ち上がってきたやつら、なあ、勝ち上がってきたやつ、勝ち上がってきたやつ一人だよ。なあ、それと俺がやって、俺が挑戦でばやろ。おい、トーナメントなんてな、やってられっか。メイン終了後にリング上に上がって言ったことが僕は全てなんで、全然トーナメントだろうか何だろうか全員ぶっ倒して僕が優勝して、トーナメント最後に田村さんの前に僕が立ちはだかって、必ずあのベルトを僕が取りますから見といてください。以上です。田村さん、あなたのその腰の金ピカのベルト、俺も狙いに行きますよ。プロレスリングバザーに入って進化した俺、そして第2期アックスボンバー、そして田村さんにこの腕のアックスボンバーをぶつけてベルトを取ってやる。トーナメント誰だろうと勝ってあなたに新ユリカ号で挑戦してやるアックスボンバー。来月からトーナメント勝ったらタイトルに挑戦。無宿のみんながやれなかったことを僕は成し遂げたいなと思います。まあでもその前に今日加藤さんに借り作っちゃったんで、まあ、このトーナメントのどっかで返せれたらなとか思いますけどね。来月の稼働期待しておきますよ。峰宮さんとはね、本当いい思い出がないんですけど、まあ、この間ね、ちょっとこれ、噛みつかれちゃって、本当に言うもんないんだけど、なんか一回、すごく最高トップのところで、シングルやってみたいなと思うので、まあ、たぶん、キンキンなベルトを奪い取って、それをまた、ミレミさんが奪い取るのか、最高流れじゃないですか。よろしくお願いします。前回大津でメインの田村さんとあのベルトへの挑戦権をかけて仮になりますので、一気にヒートアップの中でベルトに対する思いは僕が一番強いと思っているので、ここで優勝して必ずベルトを僕の腰に巻きたいと思います。お願いします。